黒猫ゲームズ見てね。よし、早速一組目ペアリングを試みます。わわわわ、大変なことになった大変なことになってた。待って待って待って、いやー待って、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。今日はね、四つ星ひなかぶと2ペアペアリングしていきたいと思います。とりあえず出してみましょう。四つ星ひなかぶとね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。はい、オスです。この子ですね、ほらちっちゃい、すんごいちっちゃいです。動いてくれない。いやーマジで、はい、でもね死んではないですね。うん、ちょっとビビってんのかな。そしてメス、どこだ。はい、これはガングロ系のひなこちゃんですね。おお、ほらやばくない、この可愛さやばいっすわ。まずこの子たちをねペアリングしたいなと。わわ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 、大変なことだ大変なことだった。よし、早速一組目ペアリングを試みます。わわわわ、大変なことだった大変なことだった。待って待って待って、はい、メスはね、どうなんだ、反応微妙かもしれないんだけど、オスはね、もうやる気満々ですね。いやー、しかし可愛いなー。うん、まあね、カブトムシなんで性欲強いんでね、結構簡単にペアリングは成立します。しばらくね、見てみましょう。ですね、メスもね受け入れを待ってる状態なんですけど、オスがね場所が悪いのか、いまいちこうね、うまいことできてないみたいで、ちょっとね移動させようと思います。ちょっとごめんよ2人とも、この辺でこの辺でしような、この辺でやろう。室の席に着いたら、ちゃんとノートに書き留めて、君は私のものだから。はい、どうやらねうまいこと言ったようです。よかったですね、1匹目ペア完了ですね。いやー結構長かったな、こいつらは。うん、個体差があるんですよね、早く済む場合とちょっと時間かかる場合とね、個体差があるんですよ。この子たちはね結構長かったです。長いっすね。15分ぐらいやってますね。ちょっと長いんで、このまま置いとこうかなと。ごめんだけど、ちょっと、こんな感じで、置いときます。ね、終わったらね、歩くようになると思うんでね。うん、バッチリね、繋がってますんで、
まあ、まず間違いなく成功してますね。終わりましたね。よし、ちょっとのけて。はい、お疲れ様でした。うす、うす、話せ、話しなさい、話しなさい。はい、ごめんよ。はい、ですね、このなんか赤いもの、この紐みたいなものがね、必ず成功した後は出るんですよね。うん。ということで、まあ、成功してるか失敗してるかは、これを見ればね、大体、成功してるなーっていうのがわかるんですよ。で、このなんか紐みたいなやつはね、しばらくしたらね、メスの中にちゃんと入っていきますんで、まあ、心配はいらないです。ちょっと横から見てみますか。よいしょ。はい、こんな感じですね。うん。成功した場合は、こんな紐みたいなのが出ると。これね、紐みたいな形してるんですよ。照明が難しいな。うん。まあね、これ心配いりません。ちゃんと入りますんで。はい。ということで、1匹目成功です。よいしょ。これね。あ、ごめんごめん。このメスのな、この紐みたいなやつね。うん。はい。ペアリングが済んだ証拠です。お疲れ様でした。はい。ということでね、疲れてると思うんで、ゼリーを与えて、またね、頑張ってもらいましょう。よし。うん。で、まあ、産卵セットの方はね、来週組むことになります。しばらくね、置いておいた方がいいと思う。これはね、よくわかんないんですけど、気持ちの問題ですかね。なんか無精卵が、無精卵を産んじゃいそうでね。しばらくね、置いてから産卵セット組むことにしてるんですよ。じゃあ、もう1ペア、ペアリングしていきます。はい、じゃあもう1ペア、ペアリングしていきます。よいしょっと。よし。女の子ですね。はい。四つ星ひなかぶとメス。お、元気だね。元気ですね。うん。四つ星ひなかぶとはね、公職が始まるまで半年ぐらいかかりますよ。うん。はい。ということでね、結構ね、羽化してから長く楽しめる。そういうところもね、好きですね。そしてこの可愛さ。やばいっすね。はい、オスの方も出していきましょう。さっきのオスとはね、別のオスです。そこの方にいましたね。お、この子も元気だ。元気ですよ。いや、かわいいな。やばい。これはかわいいわ。ほんと、日本にこのカブトムシいないのが残念だよね。はい。じゃあ、この子もペアリングしますか。よし。じゃあ、行きますよ。よいしょ。うわ。メス、逃げようとしてないか。さすがカブトムシですね。やる気になるの早いですね。メスまで気づいたみたいですね。もうちょっと真ん中辺でしてくれねえかな。ちょっと動かしましょうか。しかしちっちゃいなぁ。こうやって見てもね、めちゃくちゃちっちゃいですよね。大きさ比較。これプロゼリー。プロゼリーに比べてね、この子たちの小さいこと。すんごいちっちゃいですね。もう早速、やる気十分ですよ。照明が。
今回早かったですね。はい、無事にペアリング成立しました。早かったなぁ。このオスはね、上手でしたね。上手とかない。やばいかもしんない。はい、それではね、まあ、お楽しみというか、しばらくこのまま離れるまで見守ります。終わりましたね。この子はだいたい10分ぐらいだったかな。お疲れ。はい。水確認しましょう。一応ね。これは大丈夫かな。なんか出てますね、白いのもね。そうですね、この白いのはね、正方かもしれないですね。はい、うまいこと入らなかったかもしれない。ちょっとね、様子を見ますね。はい、どうだろう。これでも多分入っていくと思うんですよ。多分ね、入っていかなかったらちょっとまずいかな。これはね、少しね、様子を見させてもらいます。大丈夫そうですね。はい、やっぱりこっちも一応紐みたいなものが出てるんで、交尾自体は成立してとしたと思うんですけど、まあ、このちょっと白いのが、正方かもしれないんですけど、まあ、入っていくかどうか、多分入っていくと思います。よし、戻そうか。お疲れ様でした。はい、ということで2ペアとも無事にね、ペアリングが成功した感じですね。こっちの方が少し心配なんですけど、まあ多分大丈夫だと思います。よいしょ。この子についても来週ですね、産卵セットをね、組んでいきたいと思います。よし、お疲れ様でした。いやー、本当にあれですね、四つ星ひなかぶとはちっちゃくて可愛い。なんとかね、100匹達成したいですね。今とりあえず60匹いてるんで、あと40匹増えたら100匹達成なんですね。はい、頑張っていきたいと思います。無事にペアリング成功してよかったですよ。はい、それではね、今日はこれでお別れです。またコメントなんかください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴本当にありがとうございました。バイバイ。